はい、もしもし、東京ポッド許可局、マキタスポーツですが。お電話ありがとうございます。東京ポッド許可局、プチカシマです。ああ、もしもし、東京ポッド許可局のサンキュー達夫です。いつもお世話になっております。東京ポッド許可局。こちらは、東京の外れにある事務所、東京ポッド許可局です。暇を持て余した局員たちは、今日もおしゃべりが止まりません。さあ、どんな話が飛び出すのでしょうか。ちょっと覗いてみましょう。まあ、年末とかにこうなってくると、まあいろいろパーティーとか催し物とかありませんか。忘年会とかね。催すね。我々の世界で言うと、番組の打ち上げとかがあってですね、その時にビンゴゲームとかがあるんですよ。あるよ。まあなんかいわゆる企業勤めの人も忘年会でよくあるでしょうね。うん、昔居酒屋一休でもよくあったよね。途中でビンゴ大会あるあったあった、うん、確かにね、そういう話じゃなくてだよ、うん、俺がしたいのは、はい、そのビンゴゲームで景品っていうのをこっちで用意して、はい、うん、マキタスポーツさん提供の何々です、わーって盛り上がって、そうなんですよ。演者としての役目ですね。なるほど、うん、それがものすごいクラスの、まあ、芸能人の方だと、うん、それ聞きたい。僕ね、今まで会った中でびっくりしたのは、あの一番高額だったやつはハワイ旅行とか。そうですか。びっくりでした。やっぱりそういうあれですか、はい、まあ、トップクラスの俳優さんたちの現場をね、マキタさん当然見てますけど、はい、やっぱそういう張り合いみたいな。あるんじゃないですか。もう、だからハワイ旅行なんていうのがあるじゃん。でもそれはさ、はい、お金をかければそういうことだってできますけど、うん、ちょうどいい、うんうん、でちょっと嬉しいっていうやつがあると思うんですよ、はいはい、いいね、プレゼントの極意ですよね、それは、ね、やっぱ自分では買わないけど、うん、ちょっと勇気がいる、そうそう、ちょっと勇気がいるし、めんどくせえなって気持ちになったりとかするようなものってあるんですよ。いいですよ。今までどんなの見てきた、それ。今まででですね、結構多いパターンだったんですけど、あの Bluetooth とか使えるスピーカー、あー欲しい、確かに欲しい、うん、このパターン多かったんですよ。ああ、うん、いいね。あの、家にも置けるし、うん、車にも置けるし。はいはいはい、これで、ね、1万円ぐらいですから。1万円クラス。1万5千円ぐらいかな、そうそうそう、いいやつで。で、うん、それとかがあると、おって嬉しかった時期もあったんですよ。相当嬉しいでしょ。いいな。桜田大臣の忘年会とかで USB プレゼントね、出すとかどうですか。今年もお疲れ様でしたみたいな、ね。来年はなさそうですけど、ね。来年なさそうな。うん、汗かいちゃう、汗かいちゃう。いっぱい汗かいちゃうから。ね、いやそうじゃなくて、それで値段にもよると思うんですよ、うんうん、1万円クラス、あるいは3万円クラス、はいはいはい、で行って5万円ぐらいだと思うんですよね。で5万円ぐらいだと、俺は困るんですよ。どういうものにしたらいいのかってことが。以前ね、僕ね、うん、カフーリンって言ったんですけど、うん、あのほら足を2本乗せた状態のセグウェイであるじゃないですか、うんうんうん、セグウェイみたいなやつ、あるある、ね、あれ、僕、仕事でちょっと提供いただいて、で、ちょっとしばらく乗ってたんですよ。ちょっとしたスケボーじゃないですか。そう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 、そう、ね。ジャスティン・ビーバーが乗ってるやつ。うん、で、マキタさんスケボー大好きだから。で、それを、僕もジャスティン・ビーバーよろしく、それパロディにして、よくライブとかでそれ乗り回して使ってたんですよ。で、これいいなとかって思って、喜ばれるだろうと思って、ある番組のその景品で僕それを買って、うん、やったんですよ。そしたらまさか被ったんですよね。え？ああ、そういうのもある。そういうのもある。そうなんです。僕としては、えいと思って、あれね、結構安くて、意外とカフーリンってやつに関しては安くて、うん、3万円台くらいだったんですよ。3万円ってでも結構出費だよね。そうですよ。だから僕も安いって言ったけど、うん、高い中での安いってことですよ。まあ芸能人、そのね、ハワイ旅行とか出す人たちに比べれば。そう。うん、あとさ、変な話。まあ、さっきの話で言うと、じゃあ自分が自分がその番組でどれぐらいの立ち位置かっていうのも頭に入れとかないと。確かにそうそうそう、それもあるんですよ。いや、例えば俺がハワイ旅行出したら何やってんの。そう。いや、出さないよ、絶対。うん、何やってんの。ローン組んでね、自分で。そうそうそう。あいつ何やってんだって、ちょっとおかしな空気になる、ね。おかしな空気になる。そういうことです。まあだから、会社で言えば部長がハワイ旅行出すんだったらいいけど。そうそうそう。平社員がハワイ旅行出したら。そうそう。北大路喜也さんがセグウェイで、うん、で、例えばですよ、藤、うん、ヶ島がハワイ旅行なんか出してたら、それはもうおかしなことになる。おかしなことになる。確かに。やりすぎだって言われちゃう。こいつはダメだなと思われる。そういうの大事。大事だね。だから何をもらったらいいのかなっていうこととかを自分で考えると、まあ僕なんかもね、物置が欲しかったりとかする。
なるほど。それでしょ。でも、物置ですっていうのが、ね、うん。で、物置結構な金額しますからね。それも重要。自分の中のその夢中になってる欲しいものと、世間一般のその温度差ね。そう。物置ですって言われてもね。うん。ああ俺、ビンゴゲームしながら物置来いとかと思うけど、そんな絶対気にない。じゃあもう最初からマキタさんにあげろよってなるからね。そうだよ。うん、うん、それだったらなんかこの中から選んでください型のやつじゃないとね。まあそうだね。うん、うん、そうカタログギフトみたいなやつ。カタログギフトってまあちょっとずるいじゃん。まあ、それはちょっと NG ワードにしとこうか。うん、うん、だからちょうどいいラインはないですかねっていうちょっと相談ですよ。僕はですね、うん、僕の経験で言うと、うん、提供したものがありまして、うん、これはトンチが効いたぞっていうのがありまして、うんうんうん、フットマッサージャーです。ああ。で特に女性スタッフ出演者。うん当ててっていうので、ちょっとまたひとしきり盛り上がる。で、おっさんが当てちゃったりなんかしてね、もう一回やりますとかなんか言うんです。あれもね、値段はそんなに、でもあったら嬉しいんです。あったら嬉しいよね。うん。あれは好評だったですよ。なるほど。うん。俺は単純に自分では買わないけど、うん、もらえたらラッキーっていうやつだと、Kindle? Kindle ね。なるほど、なるほど。黄昏流星群全部読みます。黄昏れてるな。うん。Kindle ってパターンなかったな。そういうさ、なんか、あるんじゃない?トレンドが。なんか、例えば、デジタルフォトフレームとか、Bluetooth オーディオとか。あのね、そう、あの、デジタルフォトフレーム飛び交ってたよ。うん、あとね、うん、ルンバもね、ちょっと高額商品だよね。ルンバもね。ルンバね。ルンバ欲しかった。いや、もらったら嬉しいもんね。一回はやっぱり。あれば嬉しい。いや、うち構造上無理あれ。使えないもん。あ、もらっちゃう。ただなんか、流行りっていうか、早めに欲しかっただけだ。ルンバを持ってると。うん、ルンバ持ってると。でも、Kindle。Kindle、ね。Kindle だったら、まあさ。僕はね、あ、これ欲しいな、当ててえなって思ったのが、他の方が出したのが、ちょっとこう、隠れ家的なところの、うんちょっと高級マッサージ。90分ぐらいな感じ。これなかなかのね、そんなに安くもなく、でも高くもなく。で、その出した人が、これ、私がこれ行きつけですごく役に立ってるんです、なんて言って。そっか。これは行きてえな、当ててえなと思いましたよ。なるほど。で、そんなに罪悪感ないじゃないですか。ハワイ旅行すいませんよりは、うん、あ、これ90分ありがとうございます、みたいな。なるほど。で、気に入ったら自分が通えばいいんだから。あで、一応マッサージしてくれる人の共通の話題にもなるよね。そうですね。これ、鹿島さんからもらったんですよ。そうなんです。はい。あ、いつも来てくれてますよ、っていう、うんうん。あれはいいなと思いましたね。なるほど。なるほど。マッサージ。こちょっとお高いやつね。はい。うん。物というか、ことっていうんですか、うん、そういう感じ、うん。うん。なるほど。なるほどな。あと僕は、旅行系なんですけど、うん、そこまで引かないやつで、うん、でもみんな行ったことがないという。うんうんあの、ホテル八田の宿泊券。ホテル八田ホテル八田の宿泊券。ないない行ってみたくない八田ね。昔からやるけど、ね。自分で予約するのあれだけど、うんうん、で100万円クイズハンターとか見てたら、ずっと俺行ってみたいなと思ってたの。ホテル八田ね。で、そんな時にもらったら、じゃあ行ってみるかみたいな感じにならない。ああ、なるほどね。なるほどね。ホテル八田。みんなが知ってるあれっていう。うん、ああ、大体わかりました。でも一回も行ったことないっていうやつ。どう昔から、頭の隅にはあるけど。そう。一回も行ったことない。そう、ね。あるでしょ、そういうの。ホテル張ったね。メモってんじゃねえか。メモしてる。メモってる。高級マッサージ、ホテル張った。はい、うん。うん。いいんじゃないですかね。もうPSP とか PS4 は出てるよね、もちろん、ね。めちゃくちゃ出てました、一。まあでももらったら嬉しいもんね。変化させて、うん、万年筆どうですか万年筆。万年筆って意外とお金、かかるいですからね。でも自分ではこう、行かないでしょ。でもそれさ、もし、その。一流芸能人だったら持っておきましょう、マネして。二十歳そこそこの、女の子に当たっちゃったらもう、絶対使わねえもの。これどうホテル大倉のキューベ。いや、今、移動しちゃってる。移動し、揉めてる時にもう当たっちゃうみたいな。ごめんなさい、みたいな、ね。まあ、話題だよね。一応話題のもので。寿司嬉しいよ。そう、寿司嬉しいよ。寿司はいいよね。そうです。じゃあ一応書いとくけど。ちょっと、これ一笑い来るかもいいけど、ね、ホテル大倉限定ですからね。うん。場所がわかんねえみたいな。うん。寿司は確か嬉しいよね。どっちの店舗だっつって。そうそうそう。寿司は、でもね、本当まさにほら、
高級寿司って一人3万ぐらいかかるよね、うん。する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 。で、予約半年先みたいな世界だよね。うん、ああ、そっかそっか。で、そんなところに半年後行けるんだとかっていうのはあるね。そもそも食事券出してねえかもしれないな。うん、まあそうだね、うん。スケジュール合わせなきゃいけないとちょっと。予約取りましたっていう。そうだね。そうです。うん、はい。なるほどね。牧田さんだったらごま油 1M は？うん。いや、俺は嬉しいけどさ。まあ、牧田さんの1年分と普通の人の1年分違うからね。ごま油、いいですよ。ほんと、司会に立ってる人、ごま油1年分ですって言った時の空気感とか想像できるでしょ、あれじゃん。確かに。俺だけだよ、ガッツポーズ撮ってるの、そんなの。よし。当たったっつってね。中日のヨダみたいな。ガッツポーズでね、後ろ振り返って、帰っていくっていう。だからシステム的には、そういう、なんかもら、裏ではね、案、うん、に裏ではトレードってのはやってますよね。うん、まあ、なるほど。まあまあまあ、そうです。うん。なるほどね。明文化されてないけど、裏でトレードは永遠にやってます。まあ、出して、まあそんなに空気がおかしくならないものっていうことですよね。んなんだろうね。そう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 。だからそういうでもどうですかシステムごとの話。例えばこれ、今ね、そういう業界の話になってますけど、これから忘年会で1万円、2万円、3万円で、なんかいいの見繕おうとしたら何がいいですかね。ユニクロフリースとか1万円分とか喜ばれるんじゃないですかね。なんかユニクロの商品券とか。ねうん、とか、うん、そのヒートテック。うん。うん、俺も加湿器。ああ、それはいい。加湿器、ね。それはいい。加湿器いいよね。ええ。なるほどね。まあ、使えなくなった捨ててもいいし。うん。あれば嬉しいじゃん。うん、ちょっと入れてみ、うん、やってみるかみたいな。風呂グッズだね、あと。あ、お風呂グッズ。お風呂グッズどうですか ?1 万円ぐらいだったらいいのなんか、まあ、入浴剤にしろ何しろいいのあるじゃないですか。俺前言ったあの、なんか硬いマットとかさ。もう全部ぼんやりした言葉。軽装度ね。軽装度マットね。あ、軽装度マットってあるね。あれいいよ。あれは確かにいいよ。ああ。うん。1万円ぐらいか。確かに。うん、そんぐらいだったかもしれない。うん、あとは俺、とにかく俺は今は、なんかすげえ、こう、とにかく優しい気持ちになる毛布あるじゃん。すっげえ優しい気持ちになる毛布ない?あるでしょ?ああいうの欲しいんだ、俺は。あ、そう。俺はね。優しくなる毛布あるね。今のところ、牧田さん初で欲しいのは、物置と毛布って。ずーっと、その毛布とかクッションって、店先でいろんな人触られてる。触られてるやつ。あるじゃん、気持ちいい、本当に。触られてるやつあるんだよ。うんうん、ずーっとこう、逆にこうなって、目が逆になっちゃうみたいな。あるあるうんずっといじる。衝動買いしちゃう俺も買った、うん。で、自分で買う気がないんですけどね。あれば嬉しい。いや、俺それで言ったらやっぱタオルだよ。うん、タオルってなかなか買う、うん、買うの、って思うけど。今治タオル。今治タオル。高いよね。割とセットになってるやつ。うん。2、3個付けて結構な値段するからね。嬉しいじゃん。そうですか、うん。タオル結構意外とうちにあるけどね。あ、本当に中畑タオルとかね。それ野球のタオルばっかり。猪木闘魂タオルとか。無駄に買っちゃったからね。結構買わされてるね、これ。今治タオルうちあるけど、使うときちょっと緊張するんだよ。緊張する。俺、なんとかバルブと書いてあるやつが一番いい。そうそう。タオルなかなか、いいタオル使えないもんだよ。そうそうそう。そうそうそうなかなか水吸わねえんだよ、いいタオル。しばらく馴染むまで。そう、馴染むまで時間がある。貧乏症って言うんじゃないですか。だから旅館で泊まった時にもらった、ああいうのが一番いい。ああいうのが一番いい。ああいうのが一番いい。手ぬぐい、手ぬぐいですもんね。で美的なものとかがいいのかね。ちょっと、いやいや、男の人はあれだけど、トレードも込みで、あなんか美的なもの。博多人形。一番困るわ。いらねえ。これどうやって持って帰るんだ、これ。熊の置物みたいなやつとかさ、なんか。一番困るよ。茶碗いいじゃん、お皿とか。ええー。まあ、でも違うか。今年の電化製品でちょっとしたトレンドみたいなので、なんか何、あ、ないんですか ?1 万円、3万円ぐらい。今なんかあの、掃除機もさ、なんかすごいバージョンアップしてるじゃん、いろいろ。ああ、うん。掃除機欲しい。うん。掃除機欲しい。うん、書体地味すぎた。うん。物置も、うん、掃除機。あれば嬉しいやつ。しじみのアプリとか。しじみのアプリ?アプリじゃない。サプリね。サプリ。しじみのごめんなさい。おじさん、アプリとサプリもう、間違えるわ。わかるわかる。わかるわかる。あるある。みんなそれ、しじみのサプリ、アプリ欲しいだろ。聞いてくれてる人みんなそうだと思う。いや、でも俺のこの言葉きっかけで、しじみのアプリ作られるかもしれない。で、安く買えるかもしれない。そう、そっか。今日どこで取れるかとかそういうんじゃなくて、ね。あれば嬉しいでしょ。あれば嬉しい。なかなか買わないけど。サプリメント。うん。ニンニク卵黄とかね。そう、ああ、いいです。しじみのやつとか、ね。あ、いいよ。うん。Kindle じゃないけど、うん、iPhone8 が欲しい。いや、今安いんでしょ端末自体は安いから。牧田さん欲しいって言うやつ全部自分で買いなよ。
でもさ、買いなよ。俺、手もらってもびっくりしちゃう。中学生ぐらいの時かな、そのおじいちゃんおばあちゃんの、なんか、敬老の日かなんかのプレゼントっていうので、2000円、3000円ぐらいで考えたんですね。うん、で、その時に、我ながら今もヒットだったなと思うのが、うんうん、あの、銭湯の回数券。あー、なるほど。12枚ぐらいとかね。あー、なるほど。銭湯大好きだったですから、絶対買うわけじゃないですか。で、そんなにバカ高くもない。多分その、あれば嬉しいし、なった必需品っていう、その延長線上でいいのかなと思いますね。なるほど。じゃあ俺は、ドトールとベローチェとベッカーズのコーヒー券セット。それ言うんだったらあれですよ。もうガチで言うと、スタバのあの、スタバカードの、そこに5000円とか1万円、もう確か入れてある。入れてやつね。あれは絶対それは何？そのカードで生産できるのね。できる。そうです、そうです。あ、そうなの？で、その後何回も自分で入れることそうそうそう。じゃ、カードセットはどうだよその。カードその、コーヒー。アマゾンのカード5000円分。そうそうそう。ね、そカタログとあんま変わらないじゃん。カタログとかいろんなカードあるぞって。図書カードとか。変なラインが来てよく欲しがるやつでしょ、そのカード。そうそうそう。やみくもにアマゾンのカードだけ1万円分とかってもらってもあんまりね、あんまり嬉しくないもんね。ときめかないしね。なるほど。スタバのはいいんじゃないですかね。スタバね。あれば嬉しい。あれば嬉しい。うん、確かに、うんな。なるほど。な、スタバも書いておく。週刊大賞1年分とか。いらないよ、それ。送られてくるんだよ。毎週。俺は嬉しいよ。1年間何 ?PK さんがお金払い続けてあげるってことある？いや、だから定期購読を最初に。契約するってこと？うん。週刊大賞。週刊大賞。なんか雑誌の定期購読、雑誌によってあるじゃないですか。ある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 。うん。あるあるある。うん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 。それ喜ばれるよ。うん。いやでも物の方がいいんじゃないですか？いやもう、まあでも物がなかなかこれが難しいんですよ。やっぱり。だから今俺、視点としてはその、こと、うん、っていうこと言ってたけど。うん、そこマッサージとかね、うん。そういうのは確かにいいんじゃないの？遠くも行かないやつね。その別に業界関係ないじゃないですか。うんうん、そうだね。それって。みんな、だって疲れてマッサージはしたいだろうし、美味しいもの食べたいのはだけど、その美味しいものの中で、例えばその久兵衛さんに行くみたいなね。食べ物は毎日好き好きもありますからね。あれはなんか、なんかコロコロするやつあるじゃん。いや、それ俺も考えてる。今一番考えてるのはそれなの。なんか女の子が美顔の顔が小さくなるやつ。あわやのり子。ゴロ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 転がしてるやつでしょ。もう欲しくないわ。ゴロゴロゴロ転がしてるやつ。あわやのりが元気なさそうにプルン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 。いつもやってた。元気なかったでも。そう。もうすでに。ずっとやってたのあれ。Y字のやつ。Y字のやつ。ずっとやってた。髭剃りか、それ。いや、もっとすごいいいやつなんだよ。もっとすごいいいやつがあるんだよ。それでやると小顔になるってやつ。そうそうそう。あんのあんのあんの。そうそうそう。あるんです。なるほど。あとね。ゲルマニウムローラー。うん。電気式のやつやん。そうそうそう。ビーッて。うん。そんなのあるって。カミヤの健康棒とかどうですか？古いな。健康棒って。あと、ケロン、ケロンパのやつとか。ケロンパのやつ。ケロンパのやつ。あー、なるほど。でも。どうですか？普通の忘年会をで1万円。2万円ぐらいだと何かな。1万円。みんなどうしてんだろうね、会社の人とか。いや、悩むよ。悩むよね。本当にそのラインって悩むと思うよ。そこで、なんかすごい、ふっと嬉しいっていうのがなかなかないんですよ。感じで、なんか予算が決められてる人もいるだろうし、あとは誰々さんからって、ちゃんと、そうね。署名付きプレゼントみたいな感じになると、やっぱクリエイティビティも試されるよね。そうだよ。されるね。確かにね。だから常になんか今自分が何が欲しいか、相手が何が欲しいかって考えてる人ほどやっぱ敏感なんだろうね、こういう話。いや、だから許可グッズでよくペーパーナイフとかね。ペーパーナイフ嬉しいわ。いや、だからそれをもっと大きく考えればいいんじゃない？ペーパーナイフを、まあビンゴに出したらそれはちょっと違うけど、でもあれば嬉しい感じ。ああっていう。いや、だからやっぱ万年筆とかさ、いいじゃん。俺は万年筆欲しい。でしょ？急遽堂のレターセットとかさ、銀座のさ、文具セット。文具セットね。うわ、文化度高いよ。文化度高い企業ばかりじゃないよ、きっと。そうそうそう。もっと主治医肉林系の企業もあるよ、きっと。ご機嫌なブラック企業とかあんじゃん。そういうの、忘年会をじゃあ、リジリ昆布みたいなやつ。リジリ昆布。リジリ昆布。ああ。そう、高級な食材。かつお節とか、昆布とか、出し取れるやつで、美味しいやつ。人弁のやつとかね。そう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 。なるほどね。うん。いいじゃん。俺は嬉しいな。利尻昆布なかなかだって買わないでしょ。利尻昆布買わねえ。高級なやつ。ちょっと困るな、利尻昆布。でかそうだから。ああ、まあね。どれくらいの量使えばいいか分かんないしね。いや、
加湿器とかって言ったじゃん、うん、ああいうものって途中から無用の長物になっちゃったりしがちじゃないですか、うん、でももらいもんだったらいいじゃん別に。もらいもんだからいいと思うんだけど、だからほらミキサーとかってさ使わなくなる、最初だけテンション高くなって使うでしょ。そうだね。でだから俺ルンバもその浮き目になりそうだから、なんかどうしても俺自分でこう投資する気になれないんですよね。あとパイナップル切る気ああいうのはどうかね。よくシネコンとか行くと結構いい席あるじゃないですか。あのペアチケットとか売ってんのかな。売ってたらそんなに1万円以内で、スーパーシートみたいなところでしょ。そういいね、いいね。ね、あれだったらいいんじゃないですか。まあ、あとは予約するだけっていう状態、ね。そうそう。なんかそういうのがあればよ。うん。いや、プレゼント、ね、提案しちゃえばいいんじゃないですか、我々から。なるほどね。まあ、映画をもう最初から指定して撮っちゃったら、それは好き好きありますけどね。うん、この映画なんで見に行かなくちゃいけないんだみたいな。いや、そうなるとなかなかその予算と、あともらった時の嬉しさとかね。もらって嬉しくなかったら最悪だからね、お金かけて。そうだよ。うん。俺だから本当に自分で出したのえいと思ったカフーリン、まあ、どうなってんだか心配だもの、うん、誰がもらったか分かんない。今日はちょうどいい景品論、東京ポッド許可局 TBS ラジオをキーステーションにマキタスポーツ、プチカシマ、サンキュータツオでお送りしています。マキタスポーツです。プチカシマです。サンキュータツオです。行間を裏を未来を読む東京ポッド許可局。ここで一曲、今週は牧田局員の選曲です。ドラマをね、主題歌と紹介してきてるんですけど、はい、皆さん結構忘れになってると思うんですが、達夫もちょっと年齢的にどうなのかなと思うんですが、うん、金曜の夜10時からやってたドラマで、結構な高視聴率だったドラマがありまして、うん、今井美樹さん主演で、うん、思い出に変わるまでというドラマがあったんですよ。あ、俺知ってるよ。知ってる、うん、内立真紀子さんが脚本で、うん、で、当時多分ね、視聴率で言うと 20% ぐらいを取ってたようなドラマですよ。うん、内立真紀子ってさよなら朝青龍の人。朝青龍が大嫌いだった人です。そうです。あ、おかえりなさい、朝青龍だ。そうです、そうです。はい。うん。で、内田真紀子さんがもうすごく、当時飛ぶ鳥を落とす勢いで、ハラハラドキドキする内容でね、もう今で言うと完全に不倫ドラマですね。へぇ、松下由紀さん。そう。出てらっしゃいましたね。妹役が松下由紀さんで、うん、まあ不倫というか、もともと、お姉さんの婚約者だった、石田純一さんに、うん、高畑さんっていう人なんですよ。で、この高畑さんをですね、寝取ってしまうのが、妹の久美子、うん。それが松下由紀さんなんですよ。よし。で、私、お姉ちゃんより高畑さんのことが好きよし。言ったりするんですよ、うん。で、まあね、すごい盛り上がったドラマですけど、意外と忘れられている、うん、ドラマの主題歌だった、うん、ダイアナ・ロスの曲を、おかけしたいと思います。聞いてください。うん、はい、このなんか優雅でね、いやーいいですね。改めて聞くとね、ちょうどストリップなら3曲目にかかる感じ。そうですね。幻想的なスポットライトが綺麗だね。うん、立ち上がっていく感じがメニューから、うん、確かにね、おじさんも立ち上がっちゃう。はい、そうです。うん、珍しく、ドラマの内容を覚えてるパターンでしたね、今回。これでめちゃくちゃ見てたんですよ。うん、このドラマは、うん。ものすごい味付けが濃くてね。で、もういろんな展開があってですね、最終的に家がなんだか燃えてました。すごかったですよ。うん、伊藤四郎さんがお父さん役でしたけどね。すごいね。佐藤理恵さんと伊藤四郎さんの間から、なんで松下由紀とですね、うん、今井美樹が生まれてくるのかが謎だな、なんてことをよく思ってたものですけどもね。うん、懐かしいですよ。ダイアナロス。ダイアナロスの If We Hold On Together っていう。だからドラマが当たったおかげで、この曲って局所的に日本でめちゃくちゃ売れた曲なんですよ。うん、確かに、はい、東京ポッド許可局 TBS ラジオをキーステーションに、マキタスポーツ、プチカシマ、サンキュータツオでお送りしています。思わずツイートしてしまいました。よ、女性はおしっこがどこから出るのかわからないらしいという情報を聞きつけた牧田局員が驚いて、思わずツイート、つまりツイッターに投稿してしまったという話からできたコーナーです。まあ、こういった日々の驚きや発見のほか、人に直接言うまでもないのでなんとなくツイートしてみたという取り留めのないことでも OK です。ツイートは脳のおなら、ぜひ皆さんのおならこいてください。初代おなら呼吸ってことですね。そうですね。みんなこけよ、メモれよ、メモれ。
鹿児島県豆奉行局員、はい、思わずツイートしてしまいました、はい、待合室のおばさんはみんな飴を舐めているみんなじゃないだろうけどね、そんな感じだよね、うん、おばさん飴好きだよね、飴好きですよ、飴の消費量すごいですよね、うんうん、お菓子の町よかったじゃないですか。はいはいはい。テンション上がる。あそこ結構ね、ご婦人方がいるよね。そうですね。おばちゃん多いですね。ご婦人方がいらっしゃるんですよ。いらっしゃる、ね、様方が。うん。誰が言ってんのかな、俺だけかなって。うん、なんだったら、うん。でもちょっと俺ためらいが若干ありましてですね。うん、自分が側がおじさんなので、お菓子の町よかあると俺スッとやっぱ目が行くし、うん、なんだったら時間に余裕があったら入りたいんですよ。入りたい、うん。買わなくてもいいから入りたいんですよ。うん、あの中に目を置きたいんですよ。わかるわかる。わかるでしょ、うん、俺もうっかりふがしに手出そうになるんだよ。あるよね。ふがし買っちゃいそうな。あるよね。食べねえようななんかさ、そうそう、チョコとか買うんだよ。うん。うん、いいんだけど、あそこにはご婦人たちがいます。うん。うん。もう知ってる。ジェリーメーン局員、うん、思わずツイートしてしまいました。はい。コンビニコーヒーを作るとき、最後の一滴を逃したくなくて、完成の音がしても少しだけ待ってしまう。うん。ああ、わかるわ。大事だね。最後の一滴、うん。大事です。本当に、ダメなトイレみたいな状態になってるとかありますよね。あの、ポタポタ落としてった人がいるじゃないですか、前に。ね、あるある一歩前へみたいなやつあるじゃないですか。あるある、コンビニコーヒーって。あれなんとかしてるし。だから、それは、未然に防いでるんですよ、この方はね。確かに。一滴まで。どうですか、コンビニコーヒー評論家の鹿島さん。そうですね。まあ、自己責任だと思いますけども。自己責任ってこういう時に使えばいいと思います。そうだね、うん。確かに。まあ僕なんか最近は、ペットボトルというか、自分のあの、うん、あるでしょ？ボトル。ボトルね。マイボトル持ってきますね。うん、おいほう。で、そこにカップから入れます。あ、一回カップに入れたものを、はい、まあ、それも、ものだもんね。はい、冷えないように。はい。へぇー。はい。すごいじゃん。こだわりです。うん、いや、ちょっと電車に乗るときとか、いろいろこう、もう、販売してないときもあるじゃないですか。うん、待ちきれない。座ったと同時に飲みたいから。ああ、なるほど、うん。あ、それいいですね。あ、ちょっと、楽しそう、それも。だって美味しいもん、それぐらい、コンビニコーヒー。そうだよね、うん。東京都三鷹市、スティンキーのりお局員。ああ、そうですか。思わずツイートしてしまいました。はい、ガラス越しにいるおじさんが、反射した自分だった。ぎょっとする場合が、うん、ありますよね。あれ嘘だよね。そういう、うん、やっぱそうなんだよね、うん。自分のこの速度感と違うんですもんね。うん、実際の側のあれは、いいね、うん、体の動きとかもそうだよね。若い頃のあの動きと、うん、写真とかでもそうじゃないですか。娘とか撮って、まあ何度見ても目で見てる娘ですよね。で、うん、自分の写真撮ってなんか違うなと思うんですけど、うん、多分はっきり写ってるんですよね。うん、それは正しいんですよね。おかしいなと思う時があるんですよ。うん、俺さ、なんか、あの、顔入れ替えアプリみたいなやつあるじゃんか。ああ。で、あれ、なんか似てるとか、俺、どういう風にしてあれがこう、入れ替わるのかわかんないけどさ、ものすごいさ、古い壁と俺の顔が入れ替わってる。あるんだよ。古い壁認識されちゃった。認識されちゃってんだよ。本当に。なんだよって。壁もほら、壁に、なんか、ちょっとほら、二点目みたいなものがあると、もう顔だって認識するんでしょ、うん、あれって。土壁みたいなやつね。そう。それと俺の顔入れ替わっちゃってんだよ。心霊現象じゃないですか。そうだよ。心霊現象だよ。俺の顔ねえな。どこ行ったと思ったら、変な壁とかで埋まってたの、顔。あれは嫌だったわ。東京都江戸川区、豆腐小僧局員、うん。思わずツイートしてしまいました。屋根裏部屋に魅力を感じてしまう。うん、あったな、うんうんうん。屋根裏部屋いいね。確かに、未だにそうだわ。ちょっと魅力感じますね。あった？僕は、まあ、ロフトのある部屋に住んでたこともあるし、あ、そう。やっぱ、ロフトってすげえ、なぜかというとですね、僕ら、ピゲさんもそうですけど、バブル時代に浴びるようにロフト付きドラマを見たんです。あった。ロフトのある空間。月9とかも、だいたいロフトがあるんですよ。そこで素敵な男女のあれはこれみたいな。なんでこんな家に住めるんだっていう、そもそもツッコミから始まって、でも、ああ、この部屋いいな、みたいなのありましたよ。いつかはロフトっていうことがあったらね。そう。そしたらロフトプラスワン出るようになっちゃったね。あ、ほんと。それロフトプラスワン。方向性逆じゃねえかっていう。俺なんかロフトプラスワンって嫁と出会っちゃってる。そうだわ。そうだわ。結局いい出会いだった。そうですよ、うん。いいロフトだった、うん。実際ロフトは抜けが悪くてですね、うん、僕が暮らしてみた時に、ちょっと嫌だったっす。実家には屋根裏部屋ってのはないの？なかったです。
はい。鹿島さんあった？ないですね。なかった。うん。あんの？いや、ないないない。いや、日本家屋ってなんかありそうじゃん。うん、うちはそんな、日本家屋じゃなかった。そっか。うん。確かに。うん、なかったね。あの憧れは何だったんですかね、ロフトのね。ロフト、うん。東京都中野区鬼おろし局員。はい。思わずツイートしてしまいました。腹が減っては戦ができぬと思うけれど、うん、お腹がいっぱいになったら眠たくなって戦なんてどうでもよくなると思う。そうだね。そもそも戦起きないですよ。そうだよ。戦。やっぱお腹減ってるからみんなね、イライラするんだと思うんです。そうだよね。うん、そうだそうだ。それずっと言ってたもんね。お腹いっぱいになったらね、戦起こると。起こんないと。何かイライラして不満があってとかなっちゃうわけでしょ、うんうん、あれ、ご飯食べるとすぐ眠くなるのって筋肉が落ちてるからなの？どうして誰が言ってるんですか？わかんない。わかんないけど。別に、なんで俺こんなすぐ眠くなるんだろうと思って。昔こんなことなかったのに。え、達夫って眠くなるの？すぐ眠くなる。あ、そうですか。ご飯食べると。うん。で、PK さんどうですか？眠くはならないですね。なんかね、俺ね、眠くなる人と眠くならない人がいるのが前から不思議で、うん、俺も眠くなるんですよ。いや、もう、尋常じゃなく眠くなる。なんかいろいろな説があってですね、食べるときにすごく食事が早かったりする人は、消化にエネルギーを使うので、それで眠くなるってこともあるみたいです。疲れる。そう、疲れる。どうやったらゆっくり食べれんの？ゆっくり噛むみたいな。もちさんゆっくり食べれる？俺は忘れる。とにかく忘れる。早く、ゆっくり食べるっていうことを自分にいつも聞かせてんだけど、気がつくと半分ぐらい食べちゃってる。だから、食いすぎちゃって、機嫌、だから逆に機嫌悪くなるパターンですよね。そう、機嫌悪くなる。ご飯食べればね、戦起きないんだけど、食べ過ぎちゃって重たくて機嫌がイラッとするパターンもおじさんによってありますよね。俺だってもうほんと高校生ぐらいとかおふくろとさ、の俺腹いっぱいだからもう話しかけてほしくないわけよ。で話しかけられて俺すげえ怒ってたもん。眠くなるし話しかけてほしくないしお腹いっぱいになるとイライラしてます。そっか、これでお腹いっぱいになるっていう分量と、うん、自分が食べようと思ってる分量が違うのか。だから予想以上に食べちゃって、うん、で、後でお腹がいっぱいになって、うん、うふってなる。イラって。お腹いっぱいの今話したいの？いや、俺スピード。スピード？スピード。うん。どうやったらゆっくり食べれるのかなと思って。ゆっくり食べれば、あんまり眠くなりづらいっていう話もある。うん、それは聞いた。だからどうやってゆっくり食べれるのかなと、うん。だから量を減らしてみれば。今、なんか、イメトレみたいなのあるじゃん。イメトレダイエットみたいなやつあるじゃん。うん。今なぜこの食事をしているのかっていうやつ。うん、あと食べる前に瞑想をな、するみたいなやつ。あれだと。今なぜごま油垂らしてるのかみたいな。そうそう。今俺はな、ごま油を本当垂らすべきなのか。べきなのか。べき論ですよね。その、だから考えて食べるってことを したくないわけ。俺はそのイメトレダイエットみたいなやつ聞いた時に、うん、いやいや。考えたくねえんだよ、うん。考えたくねえから食ってんじゃん。棒、うん、がしたいから食ってんじゃんとか思うから、根本に俺は突っ込んでんだけど、でも、やっぱ考えるとゆっくり食べるらしいですよ。一方。そっか。考えてないんですよ、達郎。考えてない。だってもうお腹いってんだもん。うん。というか忘れたいでしょ。忘れたい。忘れたい。俺一番忘れるにはだって向いてる食べ物ってやっぱ俺麺だと思うの。うん。麺もうすすっちゃうもん。だって俺、気が、もう本当に覚えてねえもん。麺途中まで食べてること。全く考えてない。ああ、そうです。つけ麺とかもほんと早いよ、ね。ああ、よく、もうあれは美味しくてよくないね。うん。スルッと入っちゃう。入ってから、なんか、ずしんとくるんだよ。複雑な心境になるよね。うん、もっと食べてし、うん、いや、でもちょっともうお腹いっぱいだし、何なんですかあれ。で、俺だよ、つけ麺食った後がそういえば一番眠くなるわ。うん。ちょっと実験してみる？だって噛んでねえし。つけ麺眠くなる論。うん。そう。しょうもない。つけ麺は確かにありそうだな、うん。いくらでも食えちゃうもんね。確かにな。あれ食った後眠くなるわ。あれは入っちゃうよ。というわけで、マキタ局員に選んでいただきました本日は、東京都中野区鬼おろし局員の腹が減っては戦ができると言うけれど、お腹がいっぱいになったら眠たくなって、戦なんてどうでもよくなると思うに、ステッカーをプレゼントでございます。ありがとうございます。皆さんもこういう思わず、まあツイートしてしまったというね、うん、日々の驚きや発見のほか、人に直接言うまでもないので、なんとなくツイートしてみたという脳のおなら、こちら送ってください。うん、メールは tokyopod@tbs.co.jp まで。はがきの場合の宛先は、郵便番号 107-8066 TBS ラジオ東京ポッド許可局、思わずツイートしてしまいました係まで送ってくださいね。待ってます。 一つ、 一つ、 T
TBS ラジオ主催ショー上杉ストリングカルテットライブブラックサンシャイン2018 12月14日金曜日日本橋三井ホールで開催します。上杉翔です。ピアノと弦楽器による特別なワンマンライブブラックサンシャイン。歌を志しデビューしてから27年目になるんですが、すべてをですねこのライブにぶつけたいと思っておりますので、ぜひお越しください。チケット好評販売中です。お問い合わせはディスクガレージ 050-5533-0888 050-5533-0888 または TBS ラジオのホームページイベント情報をご覧ください。その顔見れば笑顔の子供も泣き出すの。テンガロンで決めたマキタスポーツ。持論をぐるぐる三周さすの。こいつはダッツボーササンキュー発動。余計なとこまで口出しちゃう。目の付けどころがプチカシマ。新たな和芸を生み出した三人から決して耳離すな。ステイチュー東京ポッド許可局。ここでもう一曲、リスナー局員からリクエストを送ってもらっています。長野県長野市54歳レオナルド局員。ああ、50代も聞いてるんですね。嬉しいですね、うんうん、お三方こんばんは。こんばんは。いつも楽しく聞いています。アイドル全盛の1982年、うん、中森明菜やキョンキョン、早見優、堀ちえみ、石川秀美、はい、松本伊代らが花の82年組と言われた時代がありました。中でも一番好きだった石川秀美の涙のペーパームーン。あ、ありましたね、涙のペーパームーン。ペーパームーンをリクエストします。うん、危ない歌謡だ。彼女がヤックンと結婚した時は、いたたまれず浴びるほど酒を飲みました。うん、あ、そうですか。いいよ、その感じ。石川秀美さん、全力で受け止めて。涙のペーパームーン。小鉄さんどうですか、これ。いや、危ないですよ。危ない危ない。いいですね。でもね、元気があっていい。元気があっていい。そうだね。うん。石川秀美のやっぱりなんか健康的な、とにかくね、お色気と言いましょう、太ももとかね、とにかくおじさんたちとにかく、そうです、太もも太ももばっかり、石川秀美見てたら太ももっつって、ね、そうです、言ってましたね、あの当時ね。こんな曲歌ってらっしゃったんですね。そう、あのなんていうかな、こうこうどっかに行っちゃうみたいな、子供がどっかに行っちゃうみたいな。あれさっきまでジャンボジムにいたのに、そうそうそう、あ、すいません滑り台にいたみたいな、あーあーっつって言うね、ペーパーもすいません、そうそうそう、ひでみちゃんダメだよっつって、そんなとこに登ったら危ないよ、そういうとこあるね、そういうとこある、そのメロディー感覚がいいですね、うんうん、あとほら、ヘイミスターポリスマンとかも良かったです。ヘイミスターポリスマンつってね、安城洋二じゃないですよ、ポリスマンって言ってもね。あの石川秀美さんが最初にポリスマンを歌ってたんですよ。そう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 、うん、いや良かったですよ、うん、石川秀美さんいいですよ。そんなに変わらないですよね、今もね。今確かにそうですね、うん、うまい。あのデビューした時の西城秀樹さんの妹、そうそうそう、国民の妹みたいなつってね、言われた時とかなんかね、田舎臭くてほっぺた 赤くてね、そうそうそう、なんでこんな人がデビューできたんだろうって思ったぐらいですね。河合奈保さんが初代だったからね、そうね、うん、なんか随分違うなとかって見て、みるみるね、あのいい感じの女性になってってね。俺たち昨日のことに話したでしょ。いいんだよ、あなたは風よなんてね、そうそう、あのいい曲でデビューしてるんですよ。まあ良かったですよね、うん、一つも理解できませんでした。マキタスポーツです。藤鹿島です。サンキュー達夫です。おー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 あの誰かおんのとって、こちらは東京ポッド許可局です。東京ポッド許可局マキタスポーツ藤鹿島サンキュー達夫で営業中。東京ポッド許可局。曲報、はい、はい、本日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。ありがとうございます。リアルタイムで聞いてくださった方も、あるいはタイムフリーで聞く方も、うん、ラジオクラウドで聞く方も、ポッドキャストで聞く方も、うん、番組の感想はどんなタイミングでも構いません。ツイッターのシャープ東京ポッド、ハッシュタグ、東京ポッド、すべてローマ字小文字です、つぶやいてください。はい、メールでも感想を受け付けております。東京ポッドあと tbs.co.jp までどうぞ。番組の一部は先ほども申し上げた通りラジオクラウドでお聞きいただけます、うん、またポッドキャストと東京ポッド許可局アプリ、こちらでもローンを配信しております。無料です。
アップストアまたはプレイストアで東京ポッドで検索してみてください。うんうん、さ あ、 報告連絡相談、略してほうれん草のコーナー。この方はですね、なんち入道なんちっち局員からいただきました。ああいいじゃないですか。10月30日分放送を聞いてという、はい、はい、お邪魔します。何を喋ってんだ。車中東北放送 TBC で偶然聞いていました。はい、あこの秋からネットした。偶然ってありがたい ね、 ね、うん、東北でね、車の中で聞いてくれて、うん、あそうですか。楽しげな放送中話題が変わり、うんうん、人生記憶一時停止と聞こえてきた時に、不意に車のワイパーでは吐けない水分感じました。お三方の何気に寄り添う姿勢がラジオなのに見えた気がしました。笑える内容盛りだくさんでいて、おまけにほっと温かくなるラジオ、頼もしい。トンシュ。これおならですか。いや違いますね。相当なおならをこけやがったなねえ、何を、え俺 そんな言葉出た。わからない。人生記憶一時停止、括弧になってますけど、うん、一時停止でいいじゃないかみたいなこと言ったんですかね。昭和にで止まってる、一時停止してるとかそういうことですかね。あまあまあでもほら、うん、僕らが言ってなくてもそういうふうに解釈して何かを考えたんであればいいんじゃない、うん、ラジオってそういうもんだからね、うん、いいのよ。こうやってなんか感じてくれるだけでも嬉しいじゃない。ラジオとか僕らはそれでいいと思うんですよね、うん、でそれに対して、いや そんな、うん、そういう解釈とかもういい、うん、いいじゃん、うんうん、ごめんなさい、トンシュって言葉が分かんないんですけど、まあここで締めますっていう、あそういう意味なんだ、うん、トンシュって、はいはい、クローザーだね、うん、クローザー、まあ、年齢的なだいぶでも分かんないですけど、でも何かやっぱり急にこの番組を車の中で聞いて、何かこう刺激よくて弾けてこういうメールを言ったり、だってさ、わざわざ車乗ってて、ネットした価値があった、聞いて楽しくて止めて、まあ、帰った後かな、うん、わざわざ感想送ってくれたってことでしょ、ね、それすごくない、うん、嬉しいですよね。嬉しいじゃないですか。新しくネットしたところで新たな出会いありがとうございます。あのボアのついたドカジャン着てるイメージが勝手にしちゃってんだけど、うん、やっぱ五郎的な、え俺もうちょっとなんかあのスーツ着てるおじさまみたいな感じですかね。そう、うん、なんかもうそういう、俺はそういう人に聞いててほしいなと思うんだけどね、うん、いい埼玉県川口市新元号から50代局員、はい、先日のウィークポイントの打開論にて、はい、鹿島さんが自身ハゲてる前提で話を進めてるところに、うん、達夫、え鹿島さんってそんなハゲてます、うん、鹿島いい加減にしろよ、うん、マキタ、うん、ヒュ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 、うん、誰かこういう時のことわざを考えてくれ、うん、というくだりがありました、うん、そのことわざを考えて聞いていると意外と近くに答えが、うん、曲を挟んで忘れぬ人々の中で根性焼きの話で、うん、達夫根性焼きってあった、うん、何のためにあるの、マキタ出たよ、うん、真っ黒な名刺で飛び込んできたよ、うん、鹿島根性焼きはメリットデメリットじゃないから、うん、この牧田さんの真っ黒な目して飛び込んできたよが正解ではないでしょうか、うん、よって達夫が黒目で飛んできた、うん、いや達夫が黒目でやってきたはどうでしょう、うん、意味は純真無垢な疑問なのか分かって言ってる確信犯か、うん、どちらとも思わせる少し企みが伺える達夫の発言、うん、大好きな達夫が過ぎるとともに使っていただければ、うん、メールした甲斐があります、ご検討を、うんうん、新元号から50代局員でした。なるほど、はい、なんか、はい、ね丁寧に書いていて、おかげさまに2度ハゲた感じ、うん、2度ハゲね、2度実はハゲねえじゃねえ、うんうん、なぞるんじゃねえよ、うん、ハゲをなでるんじゃねえよ、2度ハゲたおかげでなんか小ハゲ、小ハゲじゃねえよ、うん、そうだね、あのいつもそのなんて言うんでしょうかね、その髪の毛の問題とかになったりとかすると達夫がですね、うん、なんか、うん、水を得た魚と言いましょうか、ね、うん、いやいやそんなことないですよ、もうがんじがらめですよ、何も言えないじゃないですか、生き生きとですね、髪を得た魚みたいな、髪を得た魚、髪を得た魚、髪を得た魚って、うん、これあのリスナーの皆さんにはわからない、はい、現場からの報告ですけど、はい、達夫がですねなんかこう片方の口がふっとこう上がるような、上がってないよ、上がるようなそういった姿勢なんです。いやちょっと皆さん髪の話題やめてください、うん、もう僕はもう美容室の話しても牧田さんに怒られるし、ええ、自分の髪の毛の話しても怒られるし、ええ、そうですよ、ハゲてないって言っても怒られるし、ハゲてるって言っても怒られちゃうんでもうがんじがらめなんですよ、もう全然動けないんですよそこ。でもそういうルール
細かいやつ好きでしょ。いや全然好きじゃねえよ。やっぱそれをかいくぐってね、かいくぐって、ね、ウイルス、タツってウイルスですから。こっちがどんなにねワクチン儲けてもね、どんどんね、お前っていうのは新しい新種のウイルスになってね、毎年ね、入ってくるって、うん、こっちも予防注射しない、そう予防注射しないといけないんだけど、タツってのはウイルスです。いやどうなんだろう。でもまあそうか、俺牧田さんはハゲてると思うんだけど、川島さんハゲてると思う、うん、ほらもう3度目のハゲですね。3度ハゲちゃう、すごい。もうこっちは1回目でギブアップって言ってんのに、ね、今また2回投げられたでしょ。また2回投げられた。2回目俺じゃねえ。ダメだよ今。可愛がりです、ちょっとした可愛がりです。今のはダメだよ、うん、今のはダメ、衝撃映像ですよ。そうです、こっちもだってもうギブって言ってんじゃん。そうギブ、あのアマレスのハゲ監督だってやらない。そんなスパーリングはね、監督ってアマレスのハゲだってやらない。自らが言っちゃってたよ、ハゲ監督っつって。他人をこれ切り始めたよ。そうそうそう、こういうことになるんだよ。まあだから身動き取れないですよね。やってるじゃないか、みずみずしく動き回ってんじゃないか、うんね、うん、どうすればいいんでしょうか。え、どうすればいいんでしょうかとかじゃねえよっていうことなんですよね、うん、いやだから何でしょうかね、正解とかじゃねえよっていうことなんでしょう、まあ、正解も何もないですけど、うん、やっぱこれその髪の毛が生えてる人ってのはいつまでたっても我々の気持ちはわからないですからね。そうか、基本的に髪の毛が生えてる人っていうのは、うん、髪の毛が生えてる人、うんうん、それが自然だと思うのがまずおかしいよね。そうなんだ、おかしいんだよ。いや、俺別に自然だと思ってないですよ。自分がもう絶対的な正義とか標準であるってのはおかしい。だから思ってないから。結局ね、PK、俺も思うんですよ。いつもね、髪の毛の生えてる人たちっていうのは、ただ多数である、多数派であるってことでしかないんですよ。基本的には。すごく怖いことだよ。うん、怖いこと。怖いこと。怖い怖い怖い。本当に怖いわ。うん、なんか最後福田和子みたいな、すごい怖い怖い怖い本当にね、うん、怖いからね。そろそろ切るよ。、うん、マラカス振っちゃうよ、振っちゃうよ本当に、こっちだって、うん、なので皆さん、話の触れ方気をつけてください、重々ね、うん、まあ、ちょっと被害妄想も入ってますよね。被害妄想のもんは毛のもんですか。いや、やめてよそれだから、うん、全部毛の話って全部そういうところに引っかかってくるんで、何かしらかかってくるんだよ、うんうん、いやだから笑いに登っちゃダメでしょ。もうなんかさ、うん、じゃあ言うけど、うん、この間の地面師っていうんですか、地面師、セクシーハウスの、うん、あの中でハケた容疑者とかさ、ハケたっていうの言ったね、誰かハケたみたいなこと、うん、ドキドキしない。そうドキドキする。そんなに敏感なの。いやだから前も言いませんでしたっけ、あの僕だけじゃないと思うんですけど、業界の方でも例えばこっち右手ハケとか、うん、下手ハケとか紙手ハケとかって言うじゃないですか。あーでもそれ気になるか。俺ハケるっていう文字とかハケるって言葉が飛び交うだけで、その度に俺小さいなんかね時っていうか、うん、なんかんっていうのがやっぱあるんですよ。そうんっていうのがね、そうあれっていうね、そうあれっていうのが、うん、いや本当にあるんだよこれ、うん、俺ジョークネタで言ってるわけじゃなくて、うん、でしょうね、いやそうそうそう、うん、なんかあと抜けるとかさ、やっぱそういうこととか言うでしょ、うん、一抜けとか、ね、いやだから言うなってことじゃないんですけど、うん、不思議ですよね、うん、なんでこれだけ今ちゃんと公正な時代にですよ、うん、そうハゲ物件だけなんで変わらずにさ、本当に変わらずにこねくり回してさ、扇投げたりさ、なんで OK なの。 OK なんだよな、うん、俺 やるなって言ってるわけじゃない。そうですそうですよ、不思議って言ってるんですよ、うんうん、本当に、うん、ただ僕が言ってるわけじゃないからさ、僕に当たるのやめてください。まあまあ、いやお前は言ってるよ、どっかで。どっかでってどういうことですか。どっかでお前というゴジラはお前が振り向くだけでお前の尻尾がいろんなビルを破壊してるって言わなかった。お前が歩いてるだけで何かあるんだよ。生まれてすみません。ね。ね、今週は以上でございます。嫌な終わり方で、うん、東京ポッド許可局マキタスポーツ土鹿島サンキュー達夫でした。仕事する人、休む人、よろしかったらまた今度、それでは皆さんごきげんよう。